こんにちは、四国メタンです。こんにちは、惨めすぎるずんだもんなのだ。本日のニュースはこちら。八女市花泥棒おばさん。フラワー。11日夜、八女市にてビニールハウスから生花を盗んだ70代女性が逮捕されました。このビニールハウスでは4月から花が盗まれる被害が相次いでおり、警察が張り込みを開始。70代女性がビニールハウスに入り、花を持って出てきたため、その場で取り押さえました。容疑者は、綺麗は花を見かけていつか欲しかったと供述しています。翌日は母の日で、多くの女性は花を贈られる残酷な現実なのだ。4月から3ヶ月間被害が続いているから、常習犯で間違いないでしょうね。盗んだ花を綺麗と思える、その心笑えるね。根っこからの犯罪おばさんってところかしら。以上、警察はさらなる余罪について調べているニュースでした。続いてのニュースです。福岡市地域ポイント誕生。怪しい。10日、福岡市はボランティア活動を支援するため、ポイント付与制度の実験を開始しました。自治協議会の清掃活動や子どもの見守りなど地域活動に参加した最後に、市独自のポイント福岡ポイントを QR コードで受け取れます。福岡ポイントは福岡マラソンの優先券や非常食などと交換することができます。メタン、シンプルな疑問なんだけど、福岡ポイントじゃなくて現金じゃダメなのだ。缶の酔いずんだは嫌いよ。福岡ポイントは市内の施設の割引券と交換することも可能でお得なのよ。意義あり。対象活動の最低ポイントは防犯パトロールや清掃。絶対に活動時間は1時間を超えるはずなのに、受け取れるのはたったの10ポイント。30ポイントで受け取れる特典の福岡市美術館の割引券。福岡市の最低賃金は941円だから2823円分の特典じゃないと損するのだ。そう、それはボランティア活動を後押しするために。福岡市の予算は余裕があるし、労働にはポイントではなく現金の対価を払うべきでは。まだ実験段階だし、優しい目で見てほしいというか。言えない。自治協議会がポイントに換金してるということは、現金がどこに流れてるなんて言えない。福岡ポイントのアプリダウンロードにメールアドレスとパスワードが必須だなんて言えない。100ポイントで受け取れる非常食セットが中抜くされまくって1食分しかないなんて。とりあえずウプ主は参加しない方向だそうよ。福岡ポイントは果たして普及するのか、皆さんはどう思いますか。よければコメントください。定期続いては新コーナー、ずんだのずんずんクイズ。この画像はどこ。答えは明日の動画で。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ですわ。